無理やりですね、お金というね数字に表しているだけにしか過ぎない。もちろんそれはね、僕らが生きる上で便利だからそうなってるわけですけども、一つ覚えておきたいのは、お金っていうのは全然優秀じゃない、価値を表す上では。むしろさっきのね、年収による人の価値とか、年収の違いによる労働の価値みたいなものを感じさせてしまうので、価値を表すことを非常に苦手としているという顔があります。これが一つ目ですね。なんで僕らは、覚えておかなきゃいけない。値段が高いから価値が高いとか、年収が高いから価値が高いとか、そういうことではない。それはお金が苦手とする部分で、いろんなからくりがあってその値段になってるけども、その値段とか年収っていうのが人や物の本当の